そういえば、ここで会ったのも何かの縁、それ釣り合うのもたとるげ、それとわしの話聞いてもらえまへんか。いや、わしこんなところで油っとる場合ね、忙しい。わしの話聞いて。いや、早いかないか。話聞いて。忙しい。聞いて。わしにか。ビューええー、わからへんな。変わった病院やな、お前。聞いてください。はい。なんか違うけど。な道具屋さん、立ち話もないや、ここ座っておくんなはり。いや、まあ、そこは忙しいな。早く座りな。大丈夫か。な、何や。道具屋さん、はい、あのね、わて、こんなわてにでもついて疲れた女がおりまして、はあ、実はわて、去年の秋にこんな病にかかりましたんや。こんな病じゃない。わかりまへんか。こんな病言うたら、ネズミが冷えたれた病ですわ。ネズミが冷えたれた病ってどんな病？ネズミが中で、腹がぶ、二つ合わせて中部。普通に中部嫌やね。中部になりましたんや。ええやね。そんでな、うん、こんなワインでも女が一人おりまして、うん、そのおじさんが、こんなわしとおったならば、不幸になると言うて、今、ワインの女房を連れて行ったところですわ。あらまあ。それででござんね。こんな体になったとあるからには、これから先、一人で飯食うこともでき、川屋へ行くこともでき、あげくの果てには、のたれ死にするのが関の山。のたれ死に生きて生き恥さらそうより、咲いてボタンと言われるより、すいません。知って桜の名が欲しい。こんなな体になったとあるからには生き恥ならんくらいなら、わて、しようと思いますや。そう。せやけどわい、笑うてやってくださいませ。生まれてこの方、一度も死んだことがない。死んで喋ってるやつおらんね。死に方知っとったら、教えてくれまへんか。そういうことか。わらばば一時一時人に聞くまでもないやないか、お前。そこらへんお前、鮮度あってやないか。あ？あそこボロンと横になっとったら、お前、勝手にお前、電車通ってお前、引っ越してくれるやん。あかん。何や。あかん。鉄道自殺をしたならば、ほう、肉が飛び散ってみっともない。お前えらい夜頃にするやったの。鉄道自殺はあかんのか。あかん。ほらったらお前、そこら辺はどんだけ何もでもお前枝っぷりの木があるじゃないかい。そこに縄をかけて首をくって死んだらええの。あかん。首をくくって死んだなら、ほう、よだれが垂れてみっともない。これ贅沢なやつだろお前。